てるこ先生のヤタガラス魔法学校へようこそ。皆さんこんにちは、てるこです。今回は周りの人を集合意識とくっつけようについてお伝えをさせていただきます。集合意識とカリスマ性が関係ありますが、周りの人へ集合意識のサポートを引き出す方法があります。基本マインドは相手を敬い接することです。そして相手の綺麗な心を引き出すような質問をしてあげます。そうすることで利他的な気持ちが強化され、相手は集合意識とリンクします。 1. ポジティブな印象のエピソードをインタビューしてみましょう。 2. そのエピソードのビフォーアフターでどのような変化があったかインタビューしてみましょう。 3. その変化を起こしたのはどのようなエネルギーかインタビューしてみましょう。ネガティブなエピソードは愚痴という形で案外話してくれますし、ポジティブなエピソードは自慢で終始してしまうこともあります。その人の綺麗な心を引き出すのはポジティブなエピソードを掘り下げる問いなのです。今回は自分ではなく周りの人に対して影響を起こすものです。このような話題はまだまだ通じる人が多くありません。仲間と共に一緒に学びませんか？本日の授業はここまでです。てるこ先生のヤタガラス魔法学校では、ノートやツイッター、インスタグラムでも情報を発信しておりますので、ぜひ概要欄より確認してみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。